こんにちは、まさひろです。今日は肩と胸を使ったアイソレーション、最終的にはこういうやつという回すところまで一緒にやっていこうと思います。よろしくお願いします。先に肩のアイソレーションと胸のアイソレーションの外回りの動画、他で僕出してるんですけども、この2つの要素が必要になってくるので、まず先にそっちちょっとやってもらってからこちらにチャレンジしてもらった方がいいかなと思います。動画の前半では軽くストレッチをして、その流れで今回のアイソレーションの説明に移っていこうと思います。で、最後動画の後半で曲に合わせて一緒にやっていこうと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ではまず軽くストレッチやっていくんですけども、今回ちょっとポイントになってくるのが、この手の甲の部分と耳ですね。この2つがちょっと大事になってくるので、このストレッチの段階から意識してやってもらったらいいかなと思います。それでは早速やっていきましょう。まず手を肩に置いて、こんな感じのちょっと肩を指先で掴むような形になります。これでぐーっと回していくんですけども、この時にこの後ろから前に来る時、この時にこの手の甲がちょっと耳をかすって通るような感じで回していきます。全然速くやる必要ないので、ゆっくり大きく、この辺の筋肉をほぐしてあげる感じですね。やっていきます。5、4、3、8、逆回しです。逆回しもここでしっかりこう耳を横を通るような感じで肩を回してあげます。ラスト5、6、7、8。はい、そしたら次これをちょっとスタートのタイミングを変えて、こんな感じでクロールみたいな使い方ですね。でこの時も右も左もしっかり、頭は止めたままですね。頭の位置を止めたまま、この手の甲で耳をこう通ってあげる、通ってあげる、耳の横をこうかすめながら回してあげます。逆回しもいきます。はい、多少こう体ぶれちゃってもいいんですけど、なるべく下半身がガチッとしたまま肩をしっかり回してあげます。はい、6、7、8、1。はい、はい、では最後、今どっちもこうクロールみたいな、でどっちもバタフライみたいな感じの、この前回しと後ろ回しでやったんですけども、次は片方は右肩でいきましょう。右肩はクロール、左肩はバタフライ、もう一回後ろ回しですね。これを同時にやっていきます。で、やりやすいのは多分最初この肘を前に閉じた状態、ここから始めるとやりやすいと思います。右がクロールでいくと、右肘がこう下からですね。で左肘が上からで、ぐるっと同じく、ここで一周って感じですね。でこの時に耳の横をこの手の甲が通るような感じでやってあげます。ちょっとこんがらがるかもしれないんですけども、ゆっくりここからですねやったら分かるかなと思います。大事なのは手の甲がしっかりこう耳の横を通ってるかどうかですね。これ逆回しもいきましょう。はい、4、7、8、5。多分こうやりやすい回し方があると思うんですよね。5、6、8、1。はい、じゃあ次、今同じやつもう一回逆回しやるんですけども、その時に胸がどういうルートを通っているか、ちょっと自分の目で確認しながらやってみてもらいたいと思います。右がクロールなので、右肘が下からですね。まあ、せーの、ほい。でこの時胸がどういう動きを通っているのか、ちょっと、確認しながらやってもらうと、軽く胸がこう、今だったら右回り、時計回りで動いているのが分かると思います。ちょっと胸が一旦この手を外したらこんな感じですね。
で、これ逆回りもですね。次、右が上から、左が下からでいくと、せーの、おい。当たり前ですけど、こう、胸はこう逆回しになってますね。反時計回り。なるべく肘が前に行ったときは、肘同士をくっつけに行くぐらいの方が、胸が奥に行くので、より、この胸を回してる感覚がだんだん出てくるかなと思います。はい、姿勢、はい。はい、今回は腰から下と、プラスこの頭の位置、ここを止めたいので、手でこう肩を持ってもらったんですけども、これがストッパーになって、だからここは、顔の位置が止めやすい状態になってくれてるので、このままちょっと練習していこうと思います。まず前後でいくと、肘を使って肘を開く、肘を閉じる。でやると、この胸と肩の向きができるかなと思います。ちょっと慣れたらこれを、肘の補助なしでやってあげると、まあ、こんな感じになると。横から見るとこんな感じですね。で、横から見た時も頭の位置は止めておいた方がいいので、こうじゃなくて、こういうことですね。最初はちょっと動いちゃってもいいんですけども、最終ここも止めて、やってあげると。はい。で、次、横。横は、胸の横 の時は、ここから、こうだったんですけども、今回はここ止めるので、この肩の斜めラインをしっかり作ってあげます。で、すみません、今ちょっと下、下半身あんま見えてないと思うんですけども、下半身は肩幅、もしくは肩幅よりちょい広めぐらいにして、膝は軽く、ちょっとこう膝に遊びがあるような状態、これぐらいの軽い感じでやってもらったらいいと思います。あんまりこうピンと突っ立ってると逆にそれでふらつきやすくなっちゃうので、ちょっと膝に遊びを持たせているぐらいでやってあげます。これで、左右ですね、この肩のライン、これがしっかり出るように、逆の肩のアイソレプラスちょっとこの胸ですね、胸のこの横の感じ、これもちょっと入れてあげる。肩プラス胸って感じですね。肩だけだったらこうなんですけど、胸みたいな、肩胸みたいな、ちょっとこう入れてあげます。で、この前後と左右、これもいつも通りフォーカウントからいって、前フォーカウント、後ろフォーカウントでいったら次ツーカウントですね。ワン、ツー、スリー、フォー、シックス、セブン、エイト。で、これ終わったら次左、次横行きます。横もワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。フォーカウントずつやって、で、ツーカウントですね、やります。で、これ終わったら最後回していきましょう。で、回すときは、で、手を使ったら最初のような、こんな感じなんですけども、ただこれだと逆に肩の動きはちょっとできても、胸の動きが制限されちゃうので、ちょっとどちらもやってもらったらいいかなと思います。手ありで、この肩の流れ、動きを確認するためのこの手の補助と、手を外して、この胸のアイソレーションも加えてあげる練習と。しっかりこの手の甲が耳を通ればそれなりの形にはなるんですけども、自分でこの胸 の横でやったやつですね、この胸を動かしている感覚をつけてあげた方が、このボディコントロールっていう力は身につくかなと思います。ではこれもカウントで前から数カウントずつ、ね、いきます。前、右、後ろ、左、前で、これ2カウントあったら最後ワンエイトでゆっくり回して、最後交換と。で、これを逆回しもいきます。では曲に合わせてやっていきましょう。はい、そしたら前交換とからいきましょう。せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シー、せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シー、もう一度、ワン、ツー、スリー、フォー、それができます。せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、ワン、ツー、フォー、ファイ。慣れたらちょっと手も外してみてやってみます。胸が前、ファイ、シックス、ワン、ツー、フォー。で、次横ですね、フォーカウントずついきます。こっちから、はい、シックス、セーブ、イッ、
ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、シッ、ツー、スリー、フォー、シッ。この時も、手の方が耳に毎回タッチするぐらいがいいですね。はい、シッ、それからあと、ワン、ツー、スリー、フォー、はい、シッ、セブン、エイ。手の補助を外してみます。肩プラス胸ですね。胸も横に入れる。はい、シックス、はい。そしたら最後回していきます。通過のずつ、はい、シックス、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、シックス、セブン、手の補助もなしでやってみます。ワンエイトかけて回します。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シ。難しかったら手の補助でやってあげます。毎回耳の横をこう手の甲が通ります。ちょっと交換と難しいんで、ワンエイトだけでいいかな。では逆回しいきます。セカンドずつから、せーの、えい、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シッ、セー、えい、ツー、スリー、フォー、ファイ、シッ、セー、えい。耳と手の甲がこうタッチする感じですね。ワンエイトでいきます。せーの、えい、ワン、ツー、スリー、フォー、ツー、スリー、フォー。こう手の補助なしでやっていきます。はい、はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。ワンエイトかけてゆっくり回すやつだけでも結構難しかったんじゃないかなと思うんですけども、まずは体に胸と肩を使って回すルートを覚え込ませてしまえば、あとはこうカウントを速くしてもフォーカウントにしてもツーカウントにしてもですね、できるようになるので、ね、まずはゆっくりワンエイトかけてどういうルートを通ってるのかっていうのが体に叩き込んであげるところからやってあげるといいかなと思います。ヒップホップ、どのダンスでもやっぱり絶対にこの胸のアイスレっていうのは使ってるので、地味な練習であるんですけども、すごい大事なのでコツコツと練習してもらったらいいかなと思います。でこの練習方法に関しては、基本的にはこの頭の位置と腰から下を温めた状態でやってもらったらいいかなと思うんですけども、胸の外回りのアイソレーションも出してるんですけども、例えばそれに今回やったやつを混ぜてもらってもいいかなと思います。というのは、外回りプラスこの肩ちょっと入れてあげるパターン、これもこれで一つなので、それでもいいと思います。大事なのは今自分がどの練習をしてるかですね。どこを止めてどこを動かす練習をしているのかっていうのを理解しながらやってあげるのが大事かなと思いますので、その意識で練習してもらったらいいかなと思います。はい、では今日はこの辺にしておこうと思うんですけども、他にもアイソレーションの動画であったりステップの動画を出してますので、よかったらそちらもご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ではまた。